NS フライトチョイス、目標は自分でコーヒー豆を焙煎、欲を言えばサイフォンマスター。はい、今回のねチョイスはね、私この頃ねコーヒー豆をねサイフォンで飲むのにハマっていまして、市販のねコーヒー豆ではなく、このようなね個人店で売っている生の豆を自分で焙煎して飲みたく、個人店を探して今回お邪魔しています。すごくね感じの良いお店です。コーヒー豆のね種類もたくさんありますね。あ、撮影はねお店の許可をいただいております。興味のある方はね説明欄にお店の詳細記載してますので見てください。サイフォンでね飲むと言ってもど素人なのです。今回ねお邪魔したお店ではね、生の豆の販売はしてなくてですね、お店のね方にねコーヒーのことをいろいろと教えていただき、今回この3種類のコーヒーを買ってみました。ガテマラコーヒーは果実を思わせるやや強めの酸味、一口飲めば酸味とコクがバランスよく感じられ、鼻から甘い香りが抜けていきます。エチオピアのねコーヒーの豆は世界最高の香りと言われ、フルーティーな香りと酸味が強いのが特徴です。ケニアコーヒーは全体的に風味が豊かで爽やかで明るい酸味が特徴です。はい、コーヒー豆はね焙煎されているので瓶に入れ替えます。封をね開けた瞬間、なんとも言えないですね。コク深いで香りがね部屋中に広がりますね。市販の豆ではねここまでね香りが出ないんじゃないかなと思います。感動しておりますよ。産地によってね全くね香りが違いますね。素人がね生の豆を焙煎できるのかです。このね香りを覚えてしまうとですね、自分でぜひとも焙煎したくなります。聞いた話ですがね、コーヒー豆を焙煎すると豆がね2回弾けるそうです。弾けて終わった時からですね、時間ですね、火を止める時間で香りがね全く変わるそうですね。そんなねことをね聞いたら、ますます自分で焙煎したくなりました。コーヒーのね香りがたまりません。部屋はねコーヒーの香りで満たされております。それではケニア産のコーヒー豆をいただきます。動画でもあげましたが、台車のコーヒーミルで豆を挽いてみます。素人ですがよろしくお願いします。いやー、このねダイソーのコーヒーミルね、良い仕事してくれます。今回はねサイフォンの扱いもど素人です。こういう風にね一からお湯を沸かす時間も好きです。贅沢な時間だと思います。はい、沸きましたのでコーヒーを抽出します。抽出の仕方もただいま勉強中です。タイミングがね本当ね難しいですね。本当にねこの時いい香りがしますね。抽出もね結構難しくね、少しの時間の差でコーヒーが薄かったり濃くなったり、たかがねコーヒー抽出なのですが奥が本当深いですね。抽出も勉強中です。このね最後の抽出のね動作も好きです。コーヒーがね上から下にこう沸いて出てくるのも好きですね。香りがねたまりませんね。どんな味に仕上がってるか楽しみです。コーヒーをねこういう風にね抽出してコーヒーカップにね注ぐとき緊張ですね。どんな味になってるかっていうのがねドキドキです。はい、ケニーさんをいただいてみます。香りがたまりません。風味がね豊かでコクが深くね、後味も波のように何度も何度も残っては消えていきます。はい、今回も良いチョイスしました。それではまたお会いしましょう。さよなら。